こんにちはその道の人でしたら分かると思いますけどもいわゆるね仁義を切るるっていう言葉があるんですよこれは今風に言うと自己紹介をするっていうことなのかもしれませんけどもある人とある人がお会いになった時にやっぱり自己紹介ってあると思うんですけどもいきなり自己紹介って始めていいもんなのかそれとも,も私の 衆書進退をこれからお話ししますんでちょっと聞いてもらえませんかっていうふうにお願いしたりいやいやあなたから語るのは申し訳ないと私の方から言わせてくださいっていうふうに、えー、こうね押し問答するのかなとも思っちゃったりするんですよ、まあ、多分これルーツはですねいやいや我こそはではないですけども戦国武将がやっぱりこう戦をする時にね私たちは何々組の何々者だっていううに語るよりも どこどこの国のどういう上司でどういった氏名前なんだっていうことを、まあ、知らしめてお互いに確認して「突撃!」みたいな感じで「フフフフ」って感じでねわーっといくその先陣を切るのが挨拶なのかなと思うんですよねそうやって自分の身を晒し名前を晒し正々堂々と戦に挑む謀略や作謀なんていうのはやっぱり日本でやっぱりね卑怯者として流行らないわけなんですよね でこの前もちょっとね、えー、襲撃事件ありましたけども後ろから撃つみたいなことっていうのはやっぱりね、あのーまあ、何でもありの喧嘩の世界でもタブーなのかなとそれはかっこ悪い勝ち方でそれで勝ってもまあ日向を歩けないみたいなね勝つには勝つなりのやり方があって負けるにしても潔く負けるみたいなところがまあ何て言うのかなあその道。 人形の世界なのかなと思うわけなんですけども、ちょっと話ずれましたんでね、えー、戻り戻したいんですけども、その人魚を切る。やっぱりこれ私が思うのはね、これ自分の最後の持ち物であり唯一の持ち物っていうのが、やっぱりね、宇治名前だと思うんですよ。生まれてから死ぬまでずっと付き合っていくもの、それが名前だと思うんですよね。まあですんで、何かことを始めるときに、 名乗りを上げるっていうのは非常に大事なことなのかなと思いますしその名乗りを上げる間に攻め込むんじゃなくてしっかり聞いてあげるっていうようなね受けての方のまあ態度とか筋っていうのもあるのかなと思うんですよねまあ一つおざなりになってるのではないかなと思うのがまあ最近ではねなかなか電話をかけても名乗らないみたいなね、まあ、そんなことがあったり LINE とか Facebook でもいきなり友達申請して ポンとね、要件がいきなり来るみたいな。おいおい、待て待て。まずは、お前は何者なんだというね、そういった挨拶あって叱るべきなんじゃないかな、みたいなのもあったりするわけなんですよね。まあでも時代が変わればあ、人義も変わってくるのかな、っていうふうに受け止めなくてはならないところと、あとは、いや、そうは言っても、俺たちは日本に住んでいて、日本の古来、先祖代々大切にしてきたものぐらいは守っていこうよ、というふうなね。まあそんな、あ魂があれば、 なんかこの仁義ってものが古臭くもかっこよいもので残っていくんではないかなと思うんですよ。まあなんせ私もね、えー、常に動画を撮るときに、速歌塾の久保ですと、一応新書、出書新体とね、それから自らの名字だけですけどもね、名前を晒すことにはしておりますが、これからの時代ね、自らの名前を堂々と名乗れるぐらいの、やっぱ男になっていきたいなっていうところありますね。はい。えー、というところで、えー、仁義の 切り方と言いますか、今ではねあまり聞かなくなっちゃいましたけども「どこどこの出身の誰それ誰べえです」というふうにスラスラと答えれるように準備はしておきたいかなと思いますややっっぱり人ととのの出会いっていいてうのは、挨拶や名乗りからだと思いますんでねそしてきっと最後も挨拶と名乗りで「あばよ」と「俺の名前忘れんじゃねえぜ」みたいな感じでね名乗って去っていくのがちょっと粋なのかなと思っちゃうわけですけどねはい今回は以上ですありがとうございました